キングダム・オブ・ヘブンは2005年制作のアメリカ映画、リドリー・スコット監督のスペクタクルドラマ、十字軍が聖地エルサレムを奪って約100年後、フランスのある村に十字軍への志願者を募る一団が現れた。彼らを率いるリベリンの領主ゴッドフリーは、鍛冶屋の青年バリアンに声をかける。バリアンは息子を病で失い、さらに悲嘆に暮れた妻が自殺し、失意の底にあった。 ゴッドフリーは、そんなバリアンに十字軍へ参加するようにと語る。実は、バリアンは、ゴッドフリーと平民の女性の間にできた隠し子で、息子を後継者として迎えるために来たのだった。妻の罪を償うため、聖地へと旅立つバリアンだったが、その道中で負傷した父ゴッドフリーは、バリアンを騎士に助君して、メッシーナ港で病死してしまう。さらに船が地中海で難破し、 流れ着いた砂漠で、サラセン人の領主に襲われるなどの苦難に、見舞われながらも、除名した領主の従者ナーシルに、案内されて、エルサレムにたどり着く。聖地では、時のオー,ボーダ団4世の知性のもと、キリスト教徒とイスラム教徒が共存していた。しかし、その平和は、サラセン人の王サラディンとの和平による危うい近郊の上に成り立ったものであり、再選を主張するギーヤ、 ルノーらの派閥を王の側近であるティベリウス教が過労じて抑えているに過ぎなかった。さらに王は富士の病に侵されており余命行くばくもない状況だった。父の意志を受け継ぎ、領地の経営に乗り出したバリアンはやがて議員の妻で王の姉のシビラと恋に落ちる。同じ頃、ルノーが砂漠を往来するサラセン人の大将を襲撃、それに起こった サラ戦軍がルノーの居城に押し寄せた。ボードゥアン四世の命令により民の救援に駆けつけた。バリアンは騎士の先頭に立って戦うが、あえなく敗北する。彼らを率いていたのはナーシュルであった。彼の正体はサラディンの側近で、バリアンが倒した領主は替え玉だった。ナーシルは倒れたバリアンを助け起こし、砂漠での狩りを返す。やがて、 サラディン自らが率いるサラ戦軍の本体が現れ、同じくボーダン率いる十字軍本体と対峙する。王はルノーを自ら罰することを誓い、サラディンは軍を退いた。ルノーは領地を取り上げられ、投獄される。だが、その直後に王は倒れ、寝たきりの状態に陥った。指揮を悟った王は、バリアンに、シビラと再婚シギーの代わりに王家を継いでほしいと願う。しかし、 バリアンは、己の両親に従って、これを辞退する。それからほどなくして、ボードアンは崩御した。王位についたキーは、サラディンの死者を殺し、制止するティベリウスを無視して、海戦に踏み切る。また、釈放されたルノーは人質であった、サラディンの妹を殺害するという暴挙に出た。遺産で聖地を出発した十字軍だったが、砂漠での無理な行軍がたたり、 サラディン軍に包囲殲滅される。ギーは捕虜となり、ルノーは処刑された。山上を目の当たりにして、平和への努力が無に返したことを知ったティベリウスは、残ったテゼを率いて、キプロスに撤退し、エルサレムに残る将は、バリアンだけとなる。バリアンは苦悩の末に答えを見出し、神のためではなく、聖地に生きる、民のために戦うと決意した。 エルサレムのすべての男子を騎士に任じ、牢状の準備を進める。やがて始まったサラ戦軍の猛攻で、城壁は崩落するが、にわか仕立ての軍団は、果敢に戦い抜いた。数日後、サラリンは講和の席を設け、キリスト教徒の除名と退路の安全を引き換えに、会場を求めた。バリアンはそれを受諾し、ここにエルサレムは明け渡された。 エルサレムの価値とは何かを問うバリアンに対し、サラディンは無であり、すべてでもあると答えた。王女の地位を捨てたシビラは、ヨーロッパへと引き上げる民衆と同じ徒歩で聖地を後に、する。故郷へと戻ったバリアンのもとに、イングランド王リチャード一世が訪れた。第3回十字軍を呼びかける王は、エルサレムの英雄を探していたが、バリアンは、自分は、ただの鍛冶屋だと答え、シビラと共に、 どこへかと旅立っていった。ギオーム・ド・ティールの年代記。ギオームが少年ボードアン4世の皮膚の病に気づいた場面。キングダム・オブ・ヘブンは史実に基づき制作されているが、多くの脚色が施されている。ディレクターズ・カットでは、劇場公開版では描かれなかった設定などが、数多く存在する。代表的な点として、シビラには、 前の夫の間に幼い息子が一人いることが挙げられる。販売 DVD は米国では4枚組だが、日本では本編と音声解説のみが入った2枚組である。また、ブルーレイディスクでも発売されたが、初の2層 50GB ディスクで高画質なため、パイオニアなどの高級テレビの比較デモンストレーションに使われた。なお、これの特典は予告編のみである。 ありがとうございます。